ここで、質疑応答なんですけど、ちょっとその前にですね、今、沖縄の、民主党の県連の代表でもある、喜納昌吉、参議院議員が見えておられるので、一言お願いしたいと思います。どうも、こんにちは。心強いご出演、本当に勇気があります。ちょうど民主党が政権取った、ちょうど年というのは、大和が沖縄を侵略して、から400年の節目だったんですね。だからある意味では歴史的政権交代と言われているこの歴史の中に、沖縄の歴史が含まれているかというのがテーマに私はと思うんですね。だからある意味ではその日本の歴史力が試されているという。だからそういう意味では非常にアジアに関しても、文明開化から富国強兵というね、一つの その戦争文明をたどってきて、第二次世界大戦まで来て、アジアにさまざまな傷を残してきたんですね。そのことが、いろんな形でまだその歴史の問題を解決できないという。そういう意味でも、今回の沖縄の問題というのが、単なる沖縄の地域の問題ではなく、日本としても、アジアとしても、非常に普遍的なテーマを持ってきたという。特に、日本とアジア、中国と、いわば共産主義の中国と資本主義のアメリカが経済的に結婚しているというね、そういう中、ちょうどその間にこの日本が挟まれている形では、非常にそのグローバル化の中で日本が潰れてしまうのか、それともこの沖縄問題をテコにして、グローバルの力を止めるしていくかという非常に僕は重要なポイントのあるような感じがするんですね。特に今回のこの問題とマスコミの異常さというんですかね、特に何であんなに小沢幹事長を叩くのか信じられないですね。それから何であんなに鳩山を総理の自分を叩くのかね。私はこれは非常に巧妙に選択として、やられている感じがするんですね。特に日本の今回 の, その沖縄の米軍基地問題でね、混迷に走ったことは、特に岡田大臣が、もともとアフガン、パキスタン、ヘドボクテ、パッケージであるので、5社国もお金あげたのにね、その後現地が来て、ブラフを落としていったところから、混迷が始まっていくんですね。そこからその、カタナ統合案というのが出てきて、そこからもう、ほとんどの政党が不動産屋になっているというね、という構図があってですね。だから一つ、私はその中ではなくて、沖縄取り巻く政党するその閣僚というのをよく見ますと、沖縄担当大臣が前原なんですね。それから国交省も前原であるし、その中に副大臣として辻元がいるんですね。それから外交が北沢で、その下に清水かな、その外交が岡田で竹政という活躍ですね。非常に岡田さんはどうか分かりますけど、非常にアメリカに教育された、あるいはイスラエルで教育されている時は沖縄を取り囲んでいるという。というのは、真夜に立っては沖縄に図面を描いてお金のスケールがあるという。沖縄が不満が出れば、辻元、社民党の辻元に合唱機もできるというね、非常に巧妙に、組み立てられてるんですね。その中で非常に何て言うんですかね、でもちょうど今の民主党の流れとどういうことかと言いますと、基本的には、自公政権なかったんですけど、党内権力がまた終わっていない。党内権力の闘争でね、そこに私は今回の問題があると思うんですね。ある意味では閣僚の毎日の失言と失敗というものが意図的になっているのかと思うぐらい、それはおばつ制御というものをなくしたいためにやっているのではないかというね。そうした時には、いわば一連の空室である勤勉な日本人のね、日本人のなんていうんですかね、富と優秀な技術をいつでも一連の空室にコントロールできるというね、僕は西米同盟権益のね、一つの背後が暗躍しているという、そこに官僚が非常に使われているというね、その中でさっき平野の話があったんですけどね、平野さん非常に警察官僚の人がなかったというね、のが非常にその国民として見えてるんですね。だそういう一つ その歴史的なその力、海というものを出す力が今回はあるかという、私はテーマなんですけどね、一つ、なんていうんですかね、沖縄問題を一つ、かつての、なんていうんですか、横田喜三郎が、沖縄は地位が違うからそこに放り込めばいいというね、沖縄はどういう言葉なのかには、ね、アメリカ国民が一等国民で、もしかすると日本が二等国民で、沖縄三等国民だけど、放り投げればいいというね、それ非常に現象的な差別意識というものが、まだまだね、この民主主義が熟した日本に残されているのではないかという、それを見ても非常に大きいテーマで私は思っていますので、皆さんと一緒に協力していければありがたいなと思います。よろしくお願いします。それからぜひ皆さん、一度、鳩山さんにお会いさせたいなと思っていますので、努力しています。よろしくお願いします。
あ、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。それじゃあ、質問ある方、復帰後オール沖縄でこの基地の大隊の基地を沖縄に置かないという意思表明がされたのは初めてだと思いますね。そういう意味では、そのそういう沖縄が基地の問題で意見を一致させたにもかかわらず、日本政府の方あるいは日本の政党自身がそれに従わないっていうのは大変異常なことで、これもそのまさに沖縄差別だと思います。私はこの間名護市に行きまして市長とお会いしたんですが、名護市はですね、今度米軍再編交付金を断ると、で予算には組まないというはっきりした意思表明しましたね。私はね、これまでの日本の沖縄政策というのは、環境政策では賄賂というんですが、基地を温存するあるいは基地を誘致するためにですね、お金を出して、北部振興金だとか米軍再編交付金だとかいろいろな形でですね、札束でもってその、基地の温存や誘致を図ってきたという政策だと思うんですね。特に第三次振興計画以来はもうその傾向が非常に強い。で今大体沖縄に出しているお金は内閣府から出ているお金と防衛省から出ているお金がほぼ単位になってますよね。そのぐらい非常に露骨なその形で沖縄政策を取ってきたのに対して、初めてですね、名護市はですね、再編交付金をいらないと、つまり今までのようなですね、その本土からの補助金に依存してですね、沖縄の経済やその政治を維持するということに対する初めてのですね、反対の指導者ですね。僕はそこに沖縄の未来があると、つまり基地に依存しないで、つまりそういう基地依存の補助金政策に依存しないでですね、自立を考えていくっていう方向が出たということはですね、これを戦後史の中で私は画期的なことで、他の基地の市町村がどういう態度を取るか非常に注目されるんですけれども、つまり今までのようにですね、もう公立の補助金をもらっても沖縄の発展にはならないということがはっきり表明をされたというふうに思いますので、そういう意味で今度のその集会がですね、オール沖縄になったということは、これまでの日本の沖縄政策に対する基本的な反対の意思表明でね、やっぱり沖縄は今までのようなこう沖縄政策ではない自立の道を歩むということを示す非常に大きな意義のある集会じゃないかというふうに思ってますけどね。今のちょっと話ちょっと変わるんですけども、今度の18人の呼びかけ人、本土側の呼びかけ人を含めてですね、25日、沖縄の県民大会に、こうする形で、本土でも沖縄に基地はいらない、全国同時アクションということをですね、計画しています。この国にいらっしゃる皆さんと、それからいろんな市民運動の人たちが、呼びかけになりまして、東京では社会文化会館の集会でも、それから、夜6時からですね、ノーベース沖縄っていうのをキャンドルで、多分1000人レベルの人がいないとできないんですけども、明治公園で、それをやろうということになっています。その他北海道、それから京都、大分、名古屋、岩国だったかな、あちこちで今、これにこうしてですね、沖縄の県民大会にこうしてやりたいという動きが出てきますし、ワシントンでもやる、からカリフォルニアのサンフランシスコだったら、でもこの沖縄に基地はいらないという行動がですね、今飛び火を、しています。そういう形で全国的にですね、やっぱり沖縄の県民大会にこうする動きが広がっているということはご紹介したいと思います。